北緯35度38分36.9秒、統計百139度41分56.6秒、北緯35.643583度、百三139.699056度、35.643583、139.699056、中目黒ゲートタウンは、東京都目黒区上目黒2丁目にある複合施設で、ある。東急東横線。 東京メトロ日比谷線の中目黒駅前に2002年4月に全面をオープンした複合施設である。計画地には古くから商売をする所有者のほか店舗借屋も多く180人もの関係権利者の理解を得ることは難航したが1990年に準備組合の設立にこぎつけ近くに本社があった千代田生命及び住宅都市整備公団を三角組合員に迎え 1997年11月に、組合設立認可を受け、再開発に着手した。その後、2000年10月に、オフィス棟の保有床を買い上げることになっていた、千代田生命が、経営破綻し、組合から、離脱、思考を手掛ける建設会社の経営難などにも、見舞われたが、中目黒の将来性を見込んだ、三井不動産が、新たに、再開発に参加することになり、 2002年4月2日にオープンを迎えた。東京都道317号環状6号線を挟んだ東側には同様に再開発で建てられた中目黒アトラスタワーがある。区は1990年秋、駅前地区整備構想で中目黒の両地区を一体で再開発する方針を打ち出し、山手通りをまたいで、 両地区のビルの3階付近を立体歩道で結ぶ構想を明らかにしていた。しかし、国がタクシーやバス乗り場の上に建物を建ててはならないと言い出して立ち消えになったという。施設はタワー棟、ハイツ棟、テラス棟で構成されている。これら3棟が地下の GT 広場を取り囲むように立っているように見えるが地下部分で連結され、 建物陶器場も一棟の建物となっている。従前は、駅前広場がなく、雑然としており、防災面での不安もあったため、再開発にあたり道路拡幅と、交通広場や公共駐輪場の設置、公共施設整備や消防推理などの防災機能の強化も合わせていった。地下2階地上25階建ての精神構造によるオフィスビルで山手通りに面して位置する。 3階まで吹き抜けの開放的なピロティとなっており、そのままエントランスホールにアプローチする。基準階のオフィス面積は291坪。約13メートルの奥行きと3面の横連窓が明るい空間を醸し出している。オフィステナントとしてダノンジャパンやハーゲンダッツジャパン、ユニリーバジャパンなどがある。商業施設地下1階から地上2階までのフロアに、 東急ストアのプレッセ、商店、銀行、飲食店などからなる商店街がある。敷地内には二棟の集合住宅があり、いずれも山手通りから見て中目黒ゲートタウンの裏側に位置している。両棟とも建物の中間部分にあたる3階と4階の間に面申層を設けた。中目黒 GT ハイツ15階建ての住宅棟で低層、中層部の4から12階は、 固有床を住都公団が買い上げ、単身者、ディンクス向けの 1K2LDK の賃貸住宅として貸し出されている。構造部の13から15階は、地権者用住戸となっている。中目黒 GT テラス6階建ての地権者用、住宅棟で、各住戸は、エスコートポーチによって1戸建ての雰囲気が演出されている。地下に、定員150名の多目的ホールである。 中目黒 GT プラザホール、目黒区立中目黒駅前図書館などが併設されている。ありがとうございます。